あの醤油ラーメンはどうでした、味は。美味しかったですよ。麺が細いからスープがよく絡んでね。うん、いろいろ選べんでね、あの硬さとかもね。マキちゃんもあの担々麺は美味しかったです。ただ辛かった、ちょっとね。でマキちゃんは細麺にしたんだけど、余計にスープに絡んで、であの担々のごまがすごい濃かったよね。すごい濃かった。キューブに言えなかったけど、あとチーズ餃子と普通の餃子、オーダーしたんだよね。ちょっと小ぶりだったかな。ちょっと小ぶりだけど、まああんなもんやろ。でもニンニクよく効いてたよね。でも美味しかったよ。群馬にも作ってって書いといたの。渡してくれたアンケートの。ちゃんと置いていった。ね、なんか3000円の商品券が当たるなんて。さてなんてなんか結構うちら行ってるからね。行った時なんかね、嬉しいもんね。